母はどうやらその昔芸能人になりたかったらしい。だから私にその夢を託した。私が売れて憧れの芸能人とおしゃべりしたり、一発の業界人を気取れてどうやら楽しかったらしい。お母さんもニコニコ。私の人生が一番幸せだった時期。私の人気に陰りが見えてからの母はちょっと大変だった。私にもちょっとなんていうか当たるようになって。お母さんは売れてる有馬かなが好きだった。もう少し周りとうまくやらねえとこの業界長くやれねえぞ。曲がりなりにも消えずにこの業界でやってこれたのは監督の言葉のおかげだ。私は天才じゃないって知って、大人は演技力より使いやすさを求めることを知って、気に食わないことも全部飲み込んで。あんたたちは楽しそうに演技するわね。見ててこっちも楽しくなるわ。私はこっちでいい。私は主役じゃなくていい。私なんか持ち上げても何にもならないわよ。縮こまった演技じゃ映えないだろ。でも好き勝手やったら周りの迷惑に。周りの奴らがそれを見たいって言ってるんだ。俺も有馬のやりたい芝居を見てみたい。悪はあんたが悪いんだからね。あんたはいつも私を変にさせる。